っしゃい。先日ですね、ICC というビジネスカンファレンスが京都でありまして、数百人の、いろんな経営者だったり、クリエイティブな人たちが集まって、朝から晩まで、いろんなセッションをしながら、共に産業を作るという、そういう会があったんですけど、これは完全にもうフェイスガードにみんな、マスクをしてで、ソーシャルディスタンスを保ちながら、もうありえない数のそのこうファンみたいなのを回しながら、完全に換気もしながらだったんですけど、やっぱり人が集まって討論したりね、いろんなことを話し合ったり、する時間っていうのはかけがえがないなと思いました。早くねお酒の会も、どういった形でできるか分かりませんが、何か行っていきたいなと思います。ということで今日の酒クエスチョン、二日酔いになりにくいお酒の飲み方を教えてください。俺が知りたいけど、ちょっとなんか酒持ってきます。無給転温酒、こちら紹介したいと思います。二日酔いになりにくいお酒の飲み方、一番はね、もう本当にこう、水をたくさん飲む、アルコールを分解するのに体中の、水分を使うんで、僕なんてもう年中体がもう脱水症状なんで、もう気を緩めたらもうすぐふくらはぎとか手の指とかつるんですけど、そういう状態にしないっていうことが一番大事ですね。とにかく水をたくさん飲むと。であとはやっぱね、おかん酒、木本の純米吟醸なんですけど、これを、おかんすることで体にそのアルコールがその吸収されやすくなるんですね、体温に近いと。なので酔いは早く来るんですよ。ただその分自分のこうリミットを外れるまではなかなか行きづらいというか、冷酒で足すくわれるのっていうのはアルコールが要は冷たいんで、体が吸収するタイミングが遅れてくるんで、気づいたらベロベロみたいなねことがありますんで、もうほんと一番いいのはもう水飲みながらもうおかん酒をでゆるゆるやると、それはもう二日酔いはなくなります。ただね、もう二日酔いを恐れたらもう酒飲めないんで、とにかく二日酔いを恐れない気持ちを持って酒はバンバン飲んでほしいなと思います。今日の酒クエスチョン、二日酔いになりにくいお酒の飲み方を教えてください。飲む前に水飲んで、おかん酒でゆるゆる飲んだ後、寝る前に水飲んで、夜中起きても水を飲むと。とにかく水をたっぷり飲んでいただければいいかなと思います。ありがとうございました。教えて。